まあやっぱりそういうプロのダンサーとして働いてる、仕事をできてる人が教えてるのはニューヨークのダンスの学校だから、まあ俺の場合はちなみに、留学エージェンシー使わなかったね。でまあ年齢もちょっとね、まあそこまで変わんないけど25、6ぐらいでちょっと上だったっていうのもあるし、まあなんか結構その前から自分でレーベルとかやってたから、まあペーパーワークみたいなのもちょっと自信があったからやんなかったんだけど、でも結構大変だった、だと思う、あと俺なんでそれできたかっていうと、その住み出す2008年の手前に2005、6あたりで3ヶ月とかもう長期行ってたのよ。だから友達もその少しね、まあ前に YouTube 出てくれたレミーってやつとか、まあパラパラなんかこう道をどう歩いたらいいかとか、サブウェイの乗り方っていうのは俺は知ってる状態で行ったから、そうなんだよね。だから少しちょっと違うかもしれないけど、でもやっぱり最初はまあ斡旋会社が用意してくれたわけじゃないけど、なんか超なんていうの狭いさ、まあなんか本当になんていうの超なんていうかな、あのニューヨークって留学生用にまあ斡旋会社がやってるのもあるし、中国人とかがやってるさ、そんなに広くないところを無理くりなんていうの小さく区切ってベッドが置けるぐらいのスペースを8個ぐらい作ってるとこってあるじゃん、そんなにスペースないんだけど、めちゃくちゃ一部屋を狭くして8個作ってて、で8人分の家賃収入が取れるみたいな。で俺この間なんか誰かと、まあそれも留学生のことも話したんだけど、その時はなんか650安いとかって思うんだけど、あれで650は高えよみたいななんかわかる8部屋だったらさね、でもやっぱ行ってた時期よりも、だいぶそのコロナの前までは家賃が上がり続けてたから、そうだよね、その昔の感覚のなんかその家賃の平均よりはかなり高くなってて、やっぱそうなんだ、自分の感覚もそうだった、ああそういうことね。 あとさ、さっきの話で俺思ったんだけど、なんかさニューヨークってあのその人がどのニューヨークをイメージしてるかによってさ、見え方ってだいぶ違うじゃん。違う、ね、だから例えば俺よく言ってんのが、語学学校行ってた時に女の子でセックス&ザシティを俺らの世代だとね、イメージして来てる子っていたんだけど、あの生活って俺たちできないじゃん。できないね。できないじゃん。で、あの感じを見て来てる人とさ、例えばじゃあ俺とかだったら、あのジュースとかさ、ね、まあ、ヒップホップのそういうフットムービーの、まあ、ハーレムが舞台とか、まああの生活だったら別にできる、まあやるかどうか別としてさできるっちゃできるじゃん、その、だからそのジュースを見てニューヨークに来てる人と、セックス・アンド・ザ・シティを見てニューヨークに来てる人だったら、だいぶそのこの自分の中のニューヨークっていうのがかなりさ誤差があるじゃん。俺たちみたいにこうブラック寄りのニューヨークと、そのいわゆるね、その素敵な感じの、まあでもある意味私的には私の多分価値観みたいなイメージとかは、なんかこうフラットだったと思う、もっと、まあだからザ・タイムズスクエアっていうイメージだね。そう、あのイメージだね。そう、まああれは大体みんなの真ん中にいる感じじゃん。そうだよね。なんかすごいなんか海外ムービーをめっちゃ見てたとか、そういうなんかこう自分の中のイメージっていうのはすごい ないかったかも。なるほどね。逆に音楽だけ、ファッションだけっていうイメージしかなかったから、はいはい、なるほどなるほど、ダンサーとして、まあ、まあある程度長く住んでて、今 9年だっけ、ぐらいだよね、まあ、最初語学学校でスタートしてると思うんだけど、その後に、まあ、ダンサーとして仕事を取れるようになったきっかけとか、あと大きななんか転機とか出会い、でなんか絶対みんなあるじゃん、なんかここでちょっと変わったなみたいな流れが、そういうエピソードとかあればちょっと。最初まあ好きなクラスに自分で行けばいいんだなって思ってたけど、やっぱそのニューヨークの生活に慣れるっていうので結構私は手一杯だったっていうか、最初のどんぐらい ?1、2年ぐらい、最初の半年とか、あでも半年ぐらい、もうそりゃそうでしょ、それは別に短い方だと思うよ、なんか半年、まあ1年弱、まあそうだよね、だいたいみんな 1,2 年ぐらいはね、そのとりあえずそのアメリカになれるので、でなんかやっぱ語学学校で友達ができたりとか、はいはい、まあ韓国人だったりとか、っていうので、まあ、なかなかあんまり自分でこのクラス受けに行ってとかっていう風になんかあんまりダンスできなかっ
最初は。から、なるほどね。なんかまあどうなんだろうな、これは1年ぐらいじゃ全然英語も喋るようになってないし、ダンスも、ね、全然上手くなれてないし、ちょっとこのまま帰ったら私なんかちょっと恥ずかしいなじゃないけど、中途半端なんじゃない、そう、って思っちゃって、でまあ友達とかいろいろできてから知ったんだけど、その学生ビザで行けるダンスの学校があると。なるほど、私はなんかその語学学校とかそういうのしか知らなかったんだけど、はいはいはい、同じビザで普通にトランスファーできる学校があるよっていうことを知って、それはダンスの学校だけどってことだよね。そう。で、あ、だったらがっつりダンスに向き合ってみる時間も欲しいなって思って、はいはいはい、まあ私はほとんど独学に近い。だからその小学生の時に3年間習って、高校卒業前にちょっと1年弱ぐらいやったかなっていう感じでスタジオに行ってたのはそれぐらいだったから、あとは独学でやってクラブでかっこいい先輩たちを見ていろいろ音楽なりダンスを学んでたっていう感じだったから、そういうじゃあちゃんとしたトレーニングっていうのは人生でやってきたことがなかったから、まあ1年ぐらいそのダンスの学校に行ってダンスだけのこう1年を過ごしてみようかなっていう感じで行ったのがきっかけで、まあやっぱりそういうプロのダンサーとして働いてる仕事をできてる人が教えてるのはニューヨークのダンスの学校だからそういう人たちと仲良くなったり、あ、顔を知ってもらって、でこういう仕事があるんだけどとか出れるっていう感じでこうオファーをもらうようになって。なるほど。でもその時ってやっぱり何でもやりたいじゃん、はいはい、経験したいじゃん。そうね、誘ってもらえるだけやっぱありがたいって思うから、何でもやってて、でそこからまああのワークショップの情報とかオーディションの情報とか、そのダンサーの友達が増えるにつれ、やっぱ自分もいろいろ知ってって、でそういうところに行くようになった。なるほどなるほど。まあ、じゃあ そこでまあ縦のつながり横のつながり両方、まあ、ある程度できてっていうところで最初 その入り口が開いたみたいな感覚だったってことね、あ、私でもそうやって誘ってもらえる仕事あるんだっていうところ。ちなみにあのダンサーの仕事っていうので、まあ、あのこれ見てる人もね、あのダンサー目指してる人もいるかもしれないし分かんないんだけど、まあ、結構多角的っていうかさ、いろんなことやるじゃん、ダンサーは。で、まあ、そのダンサーの仕事の種類だったりとか、その中でカナがあのメインで主にやってた部分、まあ、体格的にもミュージックビデオとか、そういうスクリーンの中の仕事の方が多いか。やっぱそうだよね、例えばじゃあアーティストが私と同じぐらいの身長とかだったら、バックダンスの仕事だったりとかもあるし、そういうのが関係ない、全く関係ない仕事で、あのブルックリンボールとかで、バンドのバックダンサーじゃないけど引き立て役みたいな感じで、友達と4人ぐらいでその、まあ、ダンサーとして出たことがあったんだけ ど、 なるほど、そういうのもあるし、まあ、いろんなところでねやっぱりパフォーマーとかっていうのが、活躍できる場所があるから、ニューヨークは。はい、そんな感じでヒップホップアンドカルチャー、引き続きチャンネル登録、高評価、コメント、インスタフォローもお忘れなく。よろしくお願いします。